今選ばれし、さあアルマの名においてあなたは何になる？ゲイコーマスター。その言葉、仲間が襲われるときあなたはどうする？賢い線では一つ才能を与えられるとすれば何を望む？承知した。あなたは正義のために戦い、友情のために戦い、そしてその力、このような姿で生まれるが構わぬか？仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。どうしたの、イーシャ。お、姉様、なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。まだ少し息をしているわ。深い眠りの中。箱はもうすぐ暴走するかもしれん。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。白雲山、ほら、くっ。ほう、やめるんだ、エルンスト。だがもう箱の力は、箱が暴走すれば。さあ、ボン。白雲山、ほら、ほら、ひざまずけ、ひざまずけ、くっ、あら、震え上がれ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない。よかった、目が覚めたんですね。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら剣。ゲイコーマスター。そうだな。ゲイコーマスター。あっ、魔獣だ。気をつけろ。
ブロンズ級のホワイトシーラムだ。受けてみろ。白雨だ。くらえ。ほら。新しいカードを獲得しました。早速ソウルカードはここから確認。新しく獲得したソウルカードをソウルカードをソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。ゲイコーマスター。赤い髪のエレシア人、すぐに姉様に教えなきゃ。10年が過ぎた今、このカナンの地でごめんなさい。これからオルハはゼーメの心境。オルハのあの様子、レダ、森には魔獣の群れもいる。魔獣もそうだが、私がすぐに追い払うから急いで逃げて。はっ、白山、大丈夫か。すみません。ああ、いつかきっと。そうだ、大事なことを忘れていました。それなら僕、アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い、アルマ様のお告げはですが。大丈夫。アドルさん、からかうのは。あなたはオルハ、アドルと共にクワテラ樹海を西。この先はどう。クバルさん。オルハ様。それはレダ族の戦士クバルにより風見の丘へと続く道が閉ざされてしまった。オルハ、私の母は、その母と父は10年前に、確かあの日意識が朦朧としているな。ここをタップして。父さんがエレシア人の町で、そうだったんだ。つまりこの笛をオルハに渡せばいいんだね。こんな素敵なもの、私、はい、この笛。ゲイコーマスター、これからこれで魔獣と、この術の効果はしばらくの間しか持ちません。風見のこのピッカードたち、動きが妙。うん、無害なピッカード。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果が切れ。すみません、アドルさん、新しいカードを獲得しました。早速見に行きます。ソウルカードはここから確認できます。ゲイコーマスター、ゲイコーマスター、あれはシルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用してイエントシールドを獲得できます。受けてみろ。なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。
称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。この条件も達成し、称号ランクアップ、また強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、よかった、心境が締め。待て、すごい知る。オルハはオードの反対を押し切ると、レダ族の皆さん、ゼーメの神経。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。とにかく、そ、スキルシステムが開、戦闘の前にスキルレベルアップさせるスキルを選択し、ここをタップして新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今村の外、何が、その、あれ、どこ、族長たちが出かけていったようだけど、もしかしてイーシャは。いずれにせよ、あの子、魔獣の群れに。この魔獣の大群、一体何が起きたんだ。赤髪の冒険か。逃がさない。ほら、ほら、てい、受けてみろ。しっかり、大丈夫ですか。これくらいの決定、やはり俺の力ではかなわんのか。ほら、白雲山、くらえ、受けてみろ。あの時の日、オード族者、ダメだ。こいつ、手強いぞ。白雲山、くらえ、ほら、逃がさない。ほら、受けてみろ。白雲山、ほら、てい、ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。武剣、これぐらい平気さ。私、アドル、ここに。一つ目の鍵。アルマ様の声が聞こえたのですか。感謝する。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。オルハの物語を体験しに、このステージをクリアして祈願を解放します。このかすかな人、熱風剣、ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。
けてみろ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。獲物。